サウスフェリー行きの M15SBS バスがマディソンストリートとジェームズストリートの地点を通過している。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティによって運営されているアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区を走るバス路線の一覧。これらの路線の多くはかつてマンハッタンを走っていた路面電車の路線を継承している。現在マンハッタンのローカルバスのほとんどは ニューヨークシティトランジットオーソリティ及びその子会社であるマンハッタンブロンクスサーフェストランジットオペレーティングオーソリティによって運営されている。ルーズベルトアイランドオペレーティングコーポレーションはルーズベルト島内でローズベルトアイランドレッドバスサービスを運営している。マンハッタンで最初のバス会社はフィフスアベニューコーチカンパニーで1886年に5番外線の 運営を開始した。ニューヨークレールウェイズが1919 19年に、いくつかの路面電車路線を廃止し始めたとき、それにとって変わる、バス路線が、ニューヨーク市街路地及び建築物局によって、引き継がれた。1921年には、DP、d p s はいくつかの他のバス路線の運営を、開始した。1933年、ルート M21 以外のすべての路線は、 グリーンバスラインズによって買収された。1935年、この会社は買収したいくつかの路線をコンプリヘンシブオムニバスコーポレーションへと譲渡した。ニューヨークシティオムニバスコーポレーションは1936年にニューヨークレールウェイズが廃止した路面電車の路線を継承するバス路線の運営を開始し、その他のグリーンバス路線も買収した。またこの年に この会社は、マディソンアベニューコーチカンパニー及びエースアベニュー、コーチ,ーーコ,ーチコーポレーションを買収し、1942年には、トライアングルバスコーポレーションを買収した。1936年、ナイコ及びフィーフスアベニュー社は共通の所有者の参加となった。1956年には、ナイコがサーフェストランスポーテーションコーポレーションを買収し、これらは一つの会社に統合され、 イフスアベニューコーチラインズという名称となった。1962年のストライキ以降、フィフスアベニュー社のシステムは新しく設立された、マンハッタンブロンクスサーフェストランジットオペレーティングオーソリティへと譲渡された。1933年、2つの関連会社が、いくつかの路線の運営を開始した。コンプリヘンシブオムニバスコーポレーションは、 グリーンバスラインズのいくつかの路線を取得した。イーストサイドオムニバスコーポレーションは、かつてのセカンドアベニュー鉄道の路線の運営を開始した。この年、コンプリヘンシブ社は、現在のルート M66 の運営も開始した。1948年、ニューヨーク市交通委員会は、コンプリヘンシブ社とイーストサイド社の路線を買収し、1953年に、 ニューヨークシティトランジットオーソリティへと移管した。1980年には、ニューヨークシティトランジットオーソリティは、アベニュー b ーイーストブロードウェイトランジットカンパニーが運営していた路線を取得した。以下の表は、M で始まり、数字が続く、バス路線の一覧である。マンハッタン区内を走るが、路線名に、M を関さない名称のバス路線については以下を、参照のこと。 名前が似ているが、マンハッタン発の長距離バス、メガバスの路線名と混同しないこと。ルート M2、M7、M14A、D、M15、M23、M42、M60、M79、M86、M96、M101、M102、M103 及び、M104 は24時間営業である。他のバス路線は、 深夜の時間帯は走っていない。中、NB、北方面 SB、南方面 EB、東方面 WB、西方面ルート M1 から M20 ルート M21 から M79 ルート M86 から M116 ハドソン川ニューヨークウォーターウェイは、ウエストミッドタウンフェリーターミナル発着のシャトルバスを無料で運行している。 ピーク時サービスオフピーク時サービスすべての路線は、時計回りのループ上を運行する。イースト側ラッシュアワーのみ、東34丁目フェディーランディング発着で、時計回りに34丁目、6番街、48丁目、そしてレキシントンアベニューを運行する。トラムウェイの駅を通過する、ローズベルトアイランドレッドバスこの路線は、他の大手バス会社からは独立の、 ルーズベルト・アイランド・オペレーティング・コーポレーションによって運営される。レッドバス路線はルーズベルト島内のマンションと地下鉄駅及びトラムウェイ駅間を無料で運行する。ローアーマンハッタン内ではミニバスによるシャトルサービスが10時 AM から7時30分 PM まで無料で運行している。スポンサーはローアーマンハッタンビジネス・インプルーブメント・ディストリクトである。 ニューヨーク州議会の承認による初期の EN、フィフスアベニューコーチカンパニー路線を除き、すべての路線は、ニューヨーク市政府によるフランチャイズの形で、運営されていた。これらの路線は、M1 から少なくとも、M47 までと M100 から、M106 までであった。多くの会社はこの路線番号を使用したが、EN、ニューヨークシティオムニバスコーポレーションは、番号1から22を、 フィフスアベニューコーチカンパニーは番号1から20を使用した。いざこざを避けるため、公共の指定は1974年7月まで変更されなかった。m 1 0 2は1947年の6月29日から7月1日までのみの運行であった。ありがとうございます。